お疲れ様です。とりあえず、昨日ね、ちょっと歯が痛かったんですけども、今日朝一で、鍋光先生のところに行って、治療してもらったんで、ここのね、角がなんですけど、入れ歯が当たって、鍋光先生によると、最後のね、残ってた神経が、暴れたというか反応したというか、そういうことだったそうです。で、一応もうその神経も多分抜いてもらって、薬を詰めて、また来週、月曜日かな、月曜日の、2時半とかに行きますけども。で、とりあえずね、挨拶は読まないので、挨拶以外のことを書いてもらえるといいかなと思います。で、その後は、ちょっとね、とある用事を済まして、で、古本屋に行ってね、本とかを買ってきました。どんな本を買ったかっていうのも、ちょっとだけ紹介すると、古本屋なんですけど、結構ね、何回か行ったことある古本屋なんですけど、あんまりそんなゆっくり見てなかったんで、今日買った本もこんな感じですね。これね、もちろんね、ヒットラーとね、ヒットラーの、本のタイトルと同じ、我が闘争。それから、これですね。これはロバートカンガルーさんから送られてこなかったんで、これも150円ぐらいだったんで買いました。で、これ、この間ね、3つのところで、月子ちゃんが、解いてた問題の著者ですね。国語の第一問の著者の本があったんで買いました。で、これは、フルトヴェングラーね。フルトヴェングラー、吉祥寺じゃないですね。ここは、これはね、三ノ輪橋ですね。で、これは、フルトヴェングラー研究会っていうのが、東京フルトヴェングラー研究会っていうのがあって、ちょっと関係があるので買いました。で、これね、僕が結構好きな人なんですけど、投資とかに興味がある人はもう絶対知ってると思うんですよ。バフェットなんですが、私、結構2000年ぐらいから好きで、マンガーっていう人が参謀でいるんですけど、その人の動画、あれかな、伝記みたいなのを読んで、結構面白かったんで、バフェットのことも好きになったんですけど、ただこれはね、フィクションなんですけども、100円だったんで、ちょっと面白そうだったんで買ったって感じですかね。そう、新総理選出後の解散だと、ご祝儀みたいな形で、どうですかね。ちょっとね、その総裁選があるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、あったとしたらどういう感じになるかみたいなね。そうですね、歯はだいぶマシになりました。鍋光先生にね、だいぶ良くしてもらったんで。で、綺麗っていうか、そうですね、いい本屋ですね。全部100円じゃないですけども、いいねでは、いいねで、全部合わせても多分1400円ぐらいなんで、1冊1、2、3、4、5、6、1冊平均したら200円しないぐらいの感じなんで、いいかなと思います。で、とりあえず今日は、ちょっと元気になったんでですね、ここに書いてる通りですね、この間、安倍さんが辞められるっていう話で、石垣のりこさんがね、体調管理できてないとか言って、すっごい叩かれてまして、穂高も、それに、やってましたけど、でも、やっぱり、仮病だと思います。私はね、特に、立場もないので、はっきり言いますけど、いろいろ、快感の美女っていうのはですね、快感の美女っていうツイッターアカウント名ですね、これはね。これツイッターアカウント名では快感の美女って、やってもら、検索してもらえると。そうですね、橋本の維新への影響力で、維新にへの影響力っていうか、やっぱりその維新と自民党をくっつけるとか、そういう感じで動いてるんじゃないですかね。と構想絡みで衆院大阪選挙区公明党。そうですね、この話ね、ウコンね、この話が超面白かったんで、そうですね、バフェットがね、ボケてるって言われてるけど、そこら辺はね、ちょっと僕には分からないですけど、バフェットの、
バフェットがどこ何に投資してるかとかあんまり興味ないので、まあ、とりあえず飲みながら。11月1日投開票のやつを、なんかネットで読むと、民主党なんか、改革の美女は。改革の美女ちょっと何党か分かんないですけどね。はい。その、11月のね、1日から、例えば1週間前にずれ込んだとしても、それに合わせるとか言ってんだよね。うん。まあでも、柳本さんも、やっぱり、意地があると思うので、うん。そこは、全然いいかなと思いますけどね。いや、だから、これがね、一応ね、チープイーストね、俺のツイッターアカウントが、今、こういう形にしたんですよ。自民党、菅政権と大阪維新が組んで、創価学会と公明党をぶっ壊す、衆院選と大阪と住民票投票が、同日っていうふうにしたんで、そうですね、5年ぐらいで、でも本当にね、なくなる感じでね、なってきたんでね、ちょっと困ってるんですけどね。困りますよね、ちょっとまだね。から、とりあえずですね、この間ね、政局のまとめっていうと、まあ大げさですけど、まあ安倍さんが辞めるっていうことで、まあ1時間ぐらいの動画上げたんですけど、まあそれに、この翔太タンクさんが、これもツイッターアカウント名ですけども、こういう妄想を書きましたって、この間、病院で車乗り換えて横田基地に行った。なるほどね、そういうのあるんですね。うん、まあ、十分あり得るんじゃないですか。だから、この翔太タンクさんが、僕が1時間ぐらいダラダラ喋ったのをすごく綺麗にまとめてくださったので、それを、まあ、この間も紹介したんですけど、もう一回ちょっと簡単に紹介して、それで、この、会館の美女の方が、大体その僕が言った話と翔太タンクさんが、考えた話が、大体こういうふうに書いてますみたいな話をして、それからまあ今日のね、本題であるこっちの話に行こうかなと思ってます。歯の治療、はい、歯はもうだいぶマシになりましたね。今日ね、一応冒頭で今話したんですけど、朝一で鍋光先生のところに行って直してもらったんで、痛いのは大丈夫です。ただちょっとね、2箇所あって、かかるところの歯が、ちょっとまだ神経が残ってたのが、入れ歯が当たって痛かったっていうのと、ここの奥のところがね、これ逆に、ちゃんといい感じで、入れ歯が、しっくりきてるっていうことらしいんですけど、奥の方で噛むと、やっぱその、入れ歯の歯茎のところと歯茎が擦れるので、ちょっとね、すりむくみたいな、すり傷みたいになってて、それが痛かったんですけど、それを言ったら、それはちゃんと、奥で噛めてるからだと。だから、入れ歯が合ってないと前の方で噛むらしいんですよ。だから、まあ、ちゃんと奥で噛んでるので、まあ、いいですよっていう話だったんで、まあ、ちゃんと良かったかなと思ってます。そうですね。だから全国的に公明票がないと自民きつくて、創価学会内では都構想自主投票か。いや、ほんとね、もうちょっと全然わからなくなってきましたね。今週日曜日に都構想世論調査。ああ、日曜日にね。なるほどね。それまた教えてください。このね、雑談さんが書いてる、早く死んだ方がいいっていう、いうのは僕の知り合いですね。白井聡って言って、もう多分10年以上前から知ってる人ですけども、まあ、最近で言ったら、武器としての資本論っていうのはすごいいい本書いてるので、まあ、白井くんはね、あれぐらいでいいんですよ。橋本徹にね、名前覚えられるぐらいで、まあ、ぶっちゃけはっきり言ってね、山口二郎とか、内田達とかよりも全然賢いので、まあ、バリ雑言言ってね、有名になってもらったらいいと思います。そうなんですよね。大阪16区のね、森山がどうなるかですよね。尾崎さん、安倍さんの辞任によって、立花党首の分析で N 国令和、玉木新と維新、公明、自民、一緒。これはね、ないですね。僕は、まあ、分析っていうか、まあ、N 国令和、玉木新と維新、公明、自民、石破派で、保守の新勢力の誕生っていうのは、まあ、まだだいぶ先の話ですよね。だから、そこまでに、行くまでに、
まずこの段階を通らないとダメだってことですよね。うん。Facebook でやらかすのまずいですか？あの、白井くんは、そうです。レーニーに詳しそうというか、レーニーの研究者ですね。はい、僕は、全然いいと思ってますよ。白井くんのツイートなんか、あんな全然問題じゃないと思ってんで。うん。いや、ほんと死んだ方がいい人いっぱいいますからね。僕は、まあ、とりあえず、知り合いだっていうのも、だけではなくて、まあ、ちゃんとした子なので、うん。まあ、単にメディアに忖度して思ってる。とコースはまあ僕は別に賛成も反対もないですけど、まあやや反対って感じかな。堺、去年の堺小選の時と同じですね。大阪獄がね、もう地味猛烈の世界ですね。大石あきこさんまで大阪獄だったしね。とりあえず、この間の安倍さんの会見の、せっかくなので、ショータタンクさんが、まとめてくれたやつがあるので、まあ、この間冒頭で読んだやつなんですけど、もう一回読んで、それを会館の美女さんが、まあ大体同じような見立てをしてるっていうことで、その記事を紹介させてもらって、そこまでがまあ前半で、後半は総選挙と大阪都構想が一緒になるんじゃないかっていうね話ですね。大西純駅ね、まあ大西純駅、まあちょっと違うかな。都構想は全体で見たら、うん、穂高はなんか多分大阪5区とか考えてるみたいですけどね。まあどうなんかな、まあ都構想がプラスとかマイナスとか、あんまりそういうね、近視眼的に考えない方がいいと思いますね。とりあえずショータタンクさんのやつですね。まず、早朝の、だから安倍辞任について動画を見て、そういうふうに捉えるのかと目が飛び出るほど驚き、さらにはいろいろ考えさせられました。考えを少しまとめてみましたので、一読していただけたら幸いですということで、安倍さんの再登板について、まあ、これこの間全く同じやつですけどね、読んだやつね。海洋性かな。海洋性大腸炎、尾崎さんの言うように、直ちに生命を脅かす病ではない。重症例を数人見てきましたが、血便が多量に複数回出るため、貧血が、進行し、食事も取れなくなる、痩せ太る、やつれる。重症例は海洋性大腸炎により生命を脅かされるのではなく、脱水貧血低用により生命を脅かされる。治療には時間がかかるため、対症療法として中心静脈栄養を24時間せざるを得ず、入院しなくてはならない。安倍さんの場合はそこまでには至っておらず、再発と診断されており、軽症ではないが中等症にあたると思われる。このまま仕事を続けることで重症化のリスクはあるが、仕事は操作に分散しながら治療をしながら続けることもできたかもしれない。尾崎さんが言う、これですけどね、安倍、麻生、菅、二階のタッグの中で、二階さん、麻生さんらは安倍さんの4期目をしていたと記憶しています。しかし今の現状で安倍さん本人が4期目などとは言えず、必ず安倍側が大反発し、それに世論が引っ張られ、結果的に総辞職あるいは4期目できてもやりたいことがやれない状況になると考えられる。そこで考えた策が一旦辞任し、で4期目ではなく第3次安倍政権を作ると。まあ、この辺はある程度のコンセンサスがあるかなと思ってますね。で、今回辞任し、急を要すると、まあコロナとかもあるので、急を要すると世論誘導し、正規の党大会での総裁選ではなく、国会議員プラス都道府県連代表者のみの投票とする、両院議員総会とすることで新総裁の任期が1年となると。今、ポスト安倍として誰が出てきても1年でこの混乱を収めることは不可能。1年あれば病状回復し、安倍の方が良かったなという機運が、高まる。さらには、ポスト安倍候補の中で現状のコロナ禍で1年以内に解散総選挙を打てる勇気のある人材はいないのではないか。まあ、ここは完全に主観ですと書いておられますけど。で、9月の総裁選出馬、&勝利し、10月満了での総選挙は安倍総裁として実現できると。これが安倍麻生菅二階がやりたい最大の目的と。で、そして1年明けることで、森友問題、家計学園問題、桜を見る会、河合夫妻問題、秋元カジノ問題などの不祥事を薄めることができると。そして尾崎さんのおっしゃっていた自民党内の反安倍をピックアップすることができる。追い出せるかはわかりませんがと。で、不祥事、
理由ではなく病気が理由であり再登板しやすいと。尾崎さんの動画でここまで妄想を膨らませることができましたし、妄想でもないのかなとまで思いましたっていう、楽しい時間ありがとうございましたっていう感想をいただいてですね、まあ大体合ってると思いますっていう、答えをしたらですねそしたら、ちょうどですね、昨日かな、昨日か一昨日ぐらいに見つけた、やつがあってですね、この記事なんですけど、快感の美女、快感の美女フリーランスのあずみですっていう、この方なんですけど、ちょっとフォローはしてないんですけど、見たことある人は多分見たことあると思うんですけど、政治ジャーナリスト、フリーランスのあずみですって言って、安住明子さんっていうのかな、本も何冊か書いておられる人で、最新刊で言ったら新聞記者という、欺瞞かな、うん、まあ上杉とか好きそうなやつですけど、でこれでですね、本名が、これ多分本名だと思うんですけど、安住明子さんっていうんですよね。これがまあさっき今読んだ感想ですね。僕の動画の感想で、まあここまで妄想を膨らませましたって言うと、まあ多分妄想じゃないので、この方の名前が、安住明子さんという名前でですね、現代メディアかな？現代メディアに、書いててですね、多分週刊現代のやつだと思うんですけど、週刊現代 の、 ネット版みたいなやつがあって、でこれですね、この記事ですね、安倍辞任は逃げではなかったと、野党を潰す解散総選挙の X デーっていうね、でこのこういうやつなんですけど、まあ第一次内閣の退陣との違いって、まあ要するに、前回は放り投げに近かったっていう話ですね。で、両院議員総会でやるだろうと。で、オンライン投票とか、総裁選をね、ちゃんとやるべきだっていうのもあるけども、まあ結局今日の多分総務会で、まあそういうふうにならないっていうことが決まったので、まあ石破はじきだっていう話ですね。うん。石破さんやっぱり地方票が強いので、まあでももっと執行部は考えてるだろうという話ですね。選挙管理内閣を、菅さんがやるんだという話ですね。まあ野党潰しですよね。立憲民主党の、だから新党結成の党大会も日にちをまたね、変えたりするっていう話になってるので、まあその立憲民主党の、まあ立国のね、合流を潰すために、総裁選やるっていうのもあるんですけども、うん、まあそういうところの計算、づくだっていうような話ですね。で、10月25日に投開票がいけんじゃないかみたいなね。で、それ野党は間に合わないだろうっていう話ですね。で、それだけでは終わらなくて、総裁3期目の満了期、すなわち来年の9月までっていう。で、来年9月には新総裁の下で、党員投票も含めた正規の自民党総裁選が行われることになるが、この時こそ自民党はこれまで通りに安倍路線を歩むのか、それとも脱安倍路線を歩むのかが問われることになると。で、最後のページで、安倍が再登板もあると。首相が、1年間十分に養生した安倍首相が再々登板することも決して不可能ではないっていうね。で、余力を残しておくっていう意味で、辞意表明を選んだんだと。
いうことですね。だからここら辺をね、ここら辺を多分今安倍さんが3期目、第3次安倍政権を狙うって言ってるのは、多分僕が見た限りはこの会館の美女さんだけなので、まあ、そこは大体なんか見方があったんで、あ、僕の単なるなんか会見を見てね、安倍さんがやる気満々だっていうところの感想だけじゃなくて、あ、実際やっぱりそのプロの目から見てもね、この人は政策秘書をもう何年かやら何年もやられてる方なので、僕よりね、そのいわゆる永田町のね中については詳しいので、あ、プロの人でもこうやって見てる人がいるんだなと思ったので、ちょっと紹介しました。解散そう、いや N 国で出ると思いますけどね。そうですね、後任の官房長官とね、副総理がね、どうなるかっていうね。そうですか、これはとある人から誕生日にプレゼントもらった、誕生日のプレゼントでもらったんですけど、ブログスってない。壁ね、誰ですかね、菅さんのね、安住、そうそう、安住ですね。安住って言われてんのかな。いやいや、河野太郎のライブとか行かないですよ。平塚の赤番は別に僕から特になんか言う、まあまあやりすぎないでじわじわ行きましょうって立花も言ってたんですけど、まあそういう感じですね。籠池さんはちょっと今ねちょっと困ってる感じですね。細野豪志静岡ごっか。そんな感じかな。ブロゴスね。あ、そうなんですか。へえ、安住。足立と仲良かったけど、共著出して喧嘩になったり。なんだ、そういう、それはなんか面白いな。安倍さん辞めた後はちょっとまあ休むんじゃないですかね。次の衆院議長はね、今日なんか日刊現代かなんかで書いてたけど、麻生さんにさせんじゃないかっていうのが書いてたけど、27、10、13区以外は、維新と公明が取る。うん。そうですね。ライン株式会社が運営する最大級の衆院議長は2回、幹事長は外れる。いやー、でも幹事長は2回じゃないかなと思いますけどね。まあ、どうなんですかね。ちょっとそこら辺は、立花と小高が相談して決めるでしょう。で、これで、こっから本題なんですけどね。まあ、菅さんがやると、で、ポイントは、総選挙があるかどうかですよ、プッチにとってはね。で、総選挙があるとしたら、菅さんがなったら、やっぱ維新との関係があるので、まあ、要するに維新との関係とか裏で全部やってるのは菅さんだっていうのは言われてるので、大阪都構想の、住民投票と同じ日にぶつけてくんじゃないかっていう話ですね。あ、片岡新聞届いた。ちょっとやり方わからんからまた政権やってもらうわ。あ、ちゃんと受け取りましたんで、片岡ありがとうね。官房長官2回。うん。うんうん。そうですよね。大樹総研ね。でも、すごいですね。だから、この時に面白いのが、この間やっぱ箕面行ってたじゃないですか。で、箕面でやっぱりその大阪の話、やっぱり大阪にいると大阪の話が入ってくるんですよね。やっぱ大阪市議団と大阪府議団が自民党でやっぱりちょっと温度差が違うと、大阪府議団は都構想賛成だけど、大阪市議団はやっぱり反対の人もいるっていう話で。うん、なるほど。私の読みはどうでしょうか、ヤナナナさん。うん。で、
ここで吉村がネットで記者会見かなんかで言ったのかな、もし11月の1日なんですけど、今のところこれが予定されてるのが、これもし総選挙になったら一緒の日にやりますみたいなこと言ってんですよ。1週間ずらしたりしますみたいなこと言ってんので、自民党大阪府連は組織の手をなしてないですか。まあなるほど。まあだから市議の人が柳本さんと、北野さんっていう幹事長の人かな、大阪市議団の幹事長の人と、そうですよね、だからその市議団も市議団の中で2人だから、柳本さんと幹事長の北野さんっていう人が、この356のどこがどれだ、この3つのうちの2つから出て、で去年ね、立花も出た堺市長選で反維新で出てた野村さんがね16区で出るんじゃないかっていうね、はい、そうなんだ、うん、最初で取れなく取れてないの大丈夫か。大阪自民が衆院選で公明が候補者をぶつけてくる、そういうことね、そういう話があって、それがねいくつか出てたのね、ニュースで。それやっぱ面白いっていうか、あ、こういう形でね なってくるなと。え、そうなの、マジですか。小高が尾崎さんに意見を聞きたい、マジか、そんなこと言ってたか、ほんまに龍二福島。あ、ありがとうございます。 3が柳本、5が北の、16が野村ですね。あ、そうなんだ、体調悪いって言ってたのか。ちょっとね、ここら辺がね面白いですよね。ここが言ってみたら3と5で柳本さんと北野さんが出て、16がこっちはだから堺市議だった人ですけどね、自民党の野村さんが出ると、だからやっぱりちょっとね大阪がホットかなっていう、そういう意味で言うとすごく面白くなってる。今噂に出てる麻生派閥の河野か、河野太郎は官房長官っていう感じじゃない。あ、片岡は最初に嫌われてんねんな、まあ、それはないと思うけどちょっとメンタルがあれなん、しんどいかもわからんな、最初に。ぶっちゃけるとマジでライブ発信でアーカイブ、わかりました。え、確認できないじゃん。アーカイブないか、なかったら確認できないね。まあ、携帯電話、あるので、うん。でも、むちゃくちゃ面白くないですか、これ。僕、ちょっと昨日、今日あたりでね、うん。昨日、今日あたりで、ここでね、大阪市議がね3号とかで出るっていうね、マジで怒ってんだなと思ってね。ねえ、穂高がねあれアーカイブ残したらねいいんだけどね。まあでもそこはねいろいろ考えてやってると思うんで、僕なんかだから逆に言うとどんなしょうもない話でもアーカイブ残すと、うん、自分で言ってて忘れるんだよ、ね、やっぱりね。これまあ、ここはね、これで。まあ要するに、前半は、仮病だと。で、後半は、菅さんが、総選挙やるときに、もしやるとしたら、大阪都構想の住民投票とぶつけるかどうかっていうのが、まあ、最大のあれです。で、例えばその立花の考えてる、さっき言ってたこういうね、構想どうですかというのは、あ、それはまあどっちかって言ったらね、立花というよりかなんか上杉の構想の感じがするな。うん。
電話で確認した、ほんまかいな。このここでね、大阪がだから、まあ、衆院選のねどう戦うかみたいな話になってくるので、まあその立花が言ってるその自民党のね石破派と維新と玉木新党ととかっていうのは、なんかまあ僕のイメージで言うと上杉の絵かなって感じしますけどね。だからまあまずはこの総選挙があるかないか、総選挙がまず、総選挙があるかないかで、あったとしたらこれは、11月1日の、大阪の都構想と日程をぶつけるかどうかで、なかったとしたらまあ1年後まで行くかどうかですね。ここら辺がまあ一番ポイントになってきて、これもしね、もしですよ、これ大阪のこれぶつけてきたらですよ、菅さんが、まあ、これ菅さんがこれぶつけてくるっていうことはある意味勝負をかけてくるってことだと思うんですよ、うん、だとしたらむちゃくちゃ面白くなる。あのまあ不愉快さんでもいいんだけどね、あの不愉快さんでも12月ぐらいだったらずれ込ませる可能性あると思うんだよね。これちょっと前からもう意味が分からず、なんか吉村とかがテレビに出てるじゃないですか。それをずっとなんか変やなと思ってたら、まあ多分この話なのかなというふうに思ってますけどね。菅は、都構想賛成やから自民党は絶対公認しない。ていうかでも自民党公認しないわけも、わけはいかないでしょ。石破とね、第三極じゃないよね。僕もあんまりね、なんか石破さんはそんなに好きじゃないので。まあまあ好き嫌いとかじゃないんですけど。まあなんとなく、なんとなくリベラルみたいなのが好きなんじゃない？あの、上杉は。僕はもっと原理主義なので、うちは当分独自でやればいいと思ってますけどね。特に組んだりしなくても。誰が無所属で無所属出てる、無所属で出るって誰が宣言してるんですか？穂高？都議選ぐらいまでずれ込んで公明が混乱する絵は見て見たいけど、そうですね。だから都議選とね、どうなるかですよね。300いきましたね。片岡なんか、菅さんは、なんか親戚かなんからしいよね。野田聖子はやっぱり辞退。あ、3人、この人たちね、それはそれでいいと思いますよ。無所属で出るっていうのは全然。それは全然いいと思いますよ。まあ、菅さんはもうほぼ決まりですね。それは、公明が立つところに自民は公認出せないでしょう。そりゃそうでしょうね。都構想の住民投票を成功させたいと思う。怖いのは新コロナのロックダウンが自粛またパターンで、それ、そうですね。石破さんは、いや、自民から出ていけない、いかないでしょう。野田さんは辞退ね。尾崎さん国会議員になってほしい。まあまあ、なるときはいつかなるでしょう。ほっといてもね。3人のポスターもなんか作ってるらしいよね。書いてたね、それね。でもいいんじゃないですか、それでも。本当に。まあ、菅さん決まりですね。だから、石破はね、なんか、まあそうですね、石破外し。だこの、安住さん、安住の、さっきの安住の記事も、現代メディアの記事も、石破外しだっていうのがポイントのうちの一つですね。菅さんと片岡が顔似てるんか。まあそんな感じかな。まあだからちょっとね、このあんまりね、大阪のこととかまで普通は見てないと思うんですけど、まあ、特にね、この僕のツイッターのね、名前にもしたので、ここのところでね、同日になるかどうかっていうのが
まあ、語句がね、ちょっと顔すぎて面白いですよね。この間、大石あきこさんとお会いしてちょっとお話しする機会があったんですけど、なんか、地味毛量なんで、籠池さんとかいいかもわかんないですね、とか言ってましたけどね。やっちゃばの菅さんと。あとね、今日、王子のね、ガストでちょっとずっとツイッターとかやってたんですけど、この間ね、ゆずかと戦って、勝利された、自民党のですね、山田加奈子先生がですね、ちょっと仕事するとか言って、なんか iPad 持ってきて、たまたま僕が帰ろうと思った時に入ってこられて、ちょっとご挨拶して、まあ、ほんま2、3分ですけどね、お話したんですけど、やっぱすごい、いい方で、まあ、ちょっと個人的な話もしたので、ここでは言わないですけども、すごいいい方でした。山田加奈子先生ね。本当、改めておめでとうございますという話をして。うん。そうですね、党内人事ね。岡崎とかぶったら。いやー、ほんとね、化粧気はないですけどね、ほんといい感じですよ。極、自民、無所属、公明、立憲、共産、令和、カオスですね。どうですかね、あんま関係ないかな。ガースさんの利流政権でと、特に、まあ、党内人事ね、確かに、まあ、ここら辺まで決まってきたら、もう次は幹事長誰になるかとかね、官房長官誰になるかとか、確かにそういうね、菅さんが野党時代の民主党に攻めている時の答弁。うん。都構想も公明が賛成に回った時点で終了。まあ、そこはね。うん、僕もね、幹事長は、留年だと思いますけどね。あれ政権が、まあ、これから来るってこと。まあ、今日はとりあえずいいかな。まあ、そんなに長くやらないんで。まあ、大体、こっちをね、言いたかったんで、大阪の356-16っていうのを皆さんに覚えていただいてですね、もう知ってる人はね、みんなむっちゃ知ってるけど、もう五国誰が出るかまで押さえてる人いますけど、大阪では、すごく面白くて、大阪では、維新は自民党に反対してると思われてるんですよ。でも、当然、自民党の中では、まあ言ってみたら、維新は補完勢力だと思われているので、だから、その実際、構造的に言うとね、これあんま考えてなかったんですけど、ずっと書いてたやつで言うと、まあ自公と野党の共闘、で、まあ、うちはどこにも入れてもらえなくて、まあ、維新、N 国、令和みたいな感じで言ってたけども、こことつながることになってくるので、で、まあ、玉木さんところの玉木新党が、まあ、令和とつながるみたいな、なってくると、ちょっとだから、まあ、自公委政権みたいに、なる可能性はなんとなくあるのかなと。自民党がまあ多分今後もそんなにずっと強勝てないとしたら、東京と大阪をやっぱ公明党が抑えてるじゃないですか。府議会と、まあ都議会を抑えてるというか、まあ簡単に言うと都議会の都民ファーストと、大阪府の維新を支えてるので、そういう意味で言うとだから東京と大阪を抑えてる公明党が、まあ、裏で転回してるみたいなイメージはね。どうですかね。ちょっと読めないですね。幹事長は党の金を全部か。そうですね。公明は学会員を大阪に集結させたい。なかなかね。いや、でも、出てくる可能性あるでしょう。石破さんはないと思いますね。田中秘書が選挙会社に行くかどうかは僕はちょっとまだ知らないですね。
SIM を差し替えるのはめちゃくちゃ簡単。iPhone の側面の小さな付属の安全ピンを挿して、スロットを開けて入れ替えるだけです。わかりました。ちょっとやってみます。なるほどね。退場送検は、なんか聞いたことあるかな。旧民主党の落選議員、現職議員の一部を束ねてる。なるほどね。iPhone の側面の穴の、なるほど。ちょっと一回やってみます。二階さんが居座れば短期的に自民の組織安定が、そうですね。まあ別に、これ、家でしか今使ってないから、これ片岡の、これ今やってんの片岡のiPhone でやってんだけど、まあ家でしか、そのヒゲどうにかしろ。まあまた。なりますかね、やっぱりね。小林さんが尾崎配信ライブしてますよ。どういう意味意味がわかんないんだけど。小林のチャンネルでこれ映してるってこと、まあ、とりあえず、一番言いたかったことは、次の総裁選で、バリカンあります。バリカン届いてます。まだ使ってないですけど。一回全部、まあ、今日ね、ちょっと散髪行こうと思ったら、お金をちょっと忘れてって、外外出するときにね。まあ、また明日行こう。一回髪の毛も切って。うん、整形にやってもらうわ。無理せんへん方がいいわ。これ、だから今、ちゃんと、家、今、うち、Wi-Fi 飛んでるので、うん、なるほどね。まあでも、ハンキンが言ってるように、富山光一部屋。それは嫌やな。それは嫌です。ハンキンが言ってるように、野党の中でも米中戦争が起こってるって言うけど、これやっぱもう当然自民党の中でも起こってくるわけで、まあそこで見るのは重要かもわかんないですね。時代は電子決済。いや、僕は電子決済とか本当嫌いなんで、大嫌いなんで。多分、電子決済を最後の最後までやらないで押し通すと思いますけどね。はい、まあ、こんな感じかな。まあ、とりあえずね、ポイントは、もう一回言いますけど、自公がくっついてるけど、大阪では公意がくっついてて、自民と公明が、対立してるというか、自民と維新が対立してるんだ。もともと、まあ、維新は自民から出てきてるんですけど、顔剃りは500。N 国にひげ剃れとかはいらない。あ、500円ね。そんなもんですね。うん。まあ、同日になったらね、確かにね、もうね、いわゆる、こっち系のね、立憲とか無理でしょうね。それは確実だと思いますね。まあ、そこは、やっぱり実際ね、去年大阪のね、参院選やってね、もう共産もね、立憲も落としてますからね。大阪の参院選4人で、維新、自民、公明ですからね。だから衆院選もそんな感じになるんじゃないですか、下手したら。感じです。まあちょっと早いですけど、まあ大体こんな感じで、まずね、この自民党と公明党とね、維新にちょっと注目していただいて、でも多分これはすごく穂高がいるので、うちは有利だと思います。というか、ようやくだから、うちがそのなんていうかな、すごく一気に勢力を拡大して、たくさんの人が、うん、維新と公明が喧嘩してね、だから維新と公明がね、喧嘩、うん、なんで菅さんほぼ確定の、まあこれはまあメディアの動きとか自民党の動きとか見てたら、まあそういう感じかなっていうね。まあもしかしたら、岸田さんとか石破さんになる可能性がまだゼロではないと思いますけど、まあまあないと思います。
コロナのバカ騒ぎを収束できそうな信頼感を持って菅さんだけです、個人的には。うん、まあそんな感じですかね。まあちょっと早いですけど、まあとりあえずここで穂高がね聞いてくると、うちのね、これね、穂高を放り出したことを後悔させてやるという感じですかね。もう皆さんね楽しみにしておいてください。尾崎さんに国会議員になってほしい、国会答弁で未確認など調べておきますってよく言いますが、調べた結果こうで是正しましたという報告する場がないの尾崎さんに変えてほしいです。うん、まあ一応ね衆院選も僕は考えてはいますけど、ちょっとまずねちゃんと穂高に近畿で出てもらうということが確定してからかな。清和会と、そうですそうです、まあそうですね、決定ですね。まあそこら辺はまあ流れ、まあ僕もそんなね自民党の中がね全部くっきり見えるわけじゃないけど、まあ大体こんな感じかなみたいなね。そうですね、安倍麻生二階が菅さん、押しなら菅さん、維新にとって与党と選挙共闘するのは念が、ああそうかもわかんないですね。うん、はい、まあそんな感じでね、とりあえずね次はだから菅さんとだ、どことどこが対立することになるかっていうと、だからここに維新が自公にやっぱ亀裂を入れるような動きをするかどうかですよね。単なる自自公政権みたいな時みたいに補完勢力になるのか、もう少しちょっと別の次元まで行くのかっていうのはね見ものだと思いますね。まあ菅さんがね NHK 問題扱うっていうのはまあないと思いますけどね、そこはそんな甘くはないと思ってますけどね。まあとりあえずそんな感じで、まあ終わります。まあちょっと早いですけどね、なかったかな、言い忘れてたこと、まあもう一回やっていきましょうか。まあいいか、とりあえず終わります。お疲れ様です。